りました。じゅうちゃんほどです。本日から5日間開催で、行われますラッコタワーカップですね、伊佐京都。こちらね、周平とか、聖太郎とかね、もう最後の、もう選手権最後のですね、まあここ予選というかね、ここが、ステップになって選手権に行くっていう形でございます。でそういった意味でね、S 級選手すごく注目でございます。今日初日5レースから最終レースまでやっていきたいと思います。ナイターです。ぜひですね、皆さん事故なく、そして、元気に選手権に行ってもらいたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。人気上位タニスケージ前節のアフターファイブナイターは節間2勝はいずれもさあ1本目の5レースですね。ここ2号車米澤選手、ね、スタートから一気にあとは逃げて逃げて逃げまくる、こんな展開をね一応予想しました。まずスタートしっかり予選競争スタートしました。3からチェンジ1点伸びちゃい、0メートルは外から2番米澤とカットミのスタート、10メートルは内清岡が行って20メートルも内高橋が行っている。あとは30メートルから押しだ7番手タニスが8番手で追う状況です。動きがありそうなのは中段か、高橋と青木並び合って青木のまくりが高橋を捉える。米田さん伸ばせ、先頭米田と2番手原田、0メートル勢2人、あとは3番の清岡が追って3番手肉薄する4番山本、その後の4番手青木と高橋、中段20メートル2人、8番谷津が一社かわして7番手の状況です。7番押しらは8番手の状態、3周目に入るところ、人気の威嚇、2番の米里逃げ展開、流れを掴んでいって淀み台からスピードよく逃げていきます。攻めかかった3番の清岡ですが1番原田が抑え込んでいきました。この原田がブロック役となると追い込み勢が厳しい感じになるかもしれません。前の体勢さほど変わらずに6番の青木、中段5番手谷津が6番手の状況でこの後の追い出しどうか。今残り2周半のところです。米里が軽快なピッチ、逃げて飛ばして逃走劇、行こうぜ原田が抑え込む。こうなると3番の清岡なかなか攻略できない、攻略に手を焼いている清岡、3番手止まり、残り2周のところ、あとは4番山本4番手となって8番谷津は5番手中入れんか、もうすでに残り1周半の状況だ。人気の上位谷津追い上げ難しい感じになってきている。もう一人人気は押しだ、かなり後方先頭米田と2番手1番の原田が人気薄、ストッパー役となって残り1周ブルーフラッグ、あとの3番手は3番の清岡、2-1-3体制がそのまま続いていく。8番谷津何とか山本をさばいて4番手浮上、地元勢ですが2番の米里が逃げて、あとは清岡と原田が並んで2番手本戦だ。先頭米里を引いてゴールイン。タイムが上位拮抗の組み合わせ、その中でも5番朝倉ジュラン1番人気、展開対応と早攻めハマ、ね、ればといったところ、ここジュランと相手候補は荒井金山谷となっています。ジュランがスタートしっかり残せるから、金山さんがね最近ね結構着をまとめてますんでね、第6レース予選競争スタートしました。10メートルは2番の小林が行っている。あとは20メートル4番の川原が枠なり、その岩永を叩いて川原が3番手浮上、30メートルのところが6番の金山が前に行って米里が後ろ、朝倉ジュランはスタート劣勢の6番手前後です。さあ金山選手からさばいてくれるか、前半ラストの第6レース注目レースの1つ、まずは2番小林が小田を捕まえにかかって2周目1、2コーナー、小林、小田この形、あとは4番の川原も詰め寄って3番手の状況、ちょっと開いて4番手が6番の金山、金山追いの主導権は掴んだ感じ、岩永が5番手、5番の朝倉、6番手から外に持ち出す、米田と新井はまだ後方展開です。さあ朝倉と新井、ここからの盛り返しはどうか、先頭2番の小林、あとは2番手に上がったのは4番の川原、その2人抜け出した状態、6番の金山が3番手、偶数車番3人が先頭2番手3番手、
小田が交代、あとは朝倉と岩永ですが、朝倉懸命に外を行っている。大きいコースを使いますが追撃まだまだといったところ、米里7番で新井8番での状況です。その間に首位肉薄、川原が小林の背後に来ている。小林を川原がまくり仕掛けで捉える。あと6番金山も前2人にもう近づく状況となっています。終盤残り2周、2番の小林がギリギリ持ちこたえる走り、コースは保っている。この2、4の重なりがちょっと微妙だな。これスピードはほぼ同じ。さあ割って入れるか、これ金山突き込んでいく。5番朝倉4番手金山選手だな。しているところから、割れない。その後のスピード感どうか。前4人団子状態で残り周のブルーフラッグに向かいます。先頭2番の小林逃げ切りになるか。6番の金山が最終周回1コーナー2番手上がった。川原3番手、朝倉4番手、そうそう最終 3,4 コーナー勝負をかける6番の金山の抜け出しになった。あとは2番の小林に5番の朝倉と4番の川原、2、3番手は混戦状況で、先頭金山1着でゴールイン。外枠勢上位人気で8番西原1番人気、思想で 3-0 を出したのは久しぶり。さあ7レースですね。小雨が降ってきまして、ぶち走路です。ちょっと上詰めするかなっていう程度の雨ですけど、果たしてどういうレースになるか。予選競争スタートしました。10メートルは枠なりでいきそうか。あとの20メートル3車並びはこの1コーナーのカーブで5番の清水が先行、続くのは6番の竹本、4番竹内も内目、なんとか応戦。辰巳と西原後方からいきますが、7番辰巳が内々から竹内を捉えるか、並び合っています。その間に3番の林、5番の清水、それぞれが素早い攻め。2番サリアが先頭のところ、3番林が襲いかかって、その林が2周目 1,2 コーナーで先頭に出ました。コンディション空模様の読みから3番の林が抜け出して先頭、あとは5番の清水がなぞりながら2番手浮上。サルヤと辰巳が3番手争い、1番人気の8番西原は中段5番手、6番竹本がその後ろから行っています。4番竹内、1番中野はそれぞれ後方展開。さあ抜け出した3番の林、さあ西原さん、そこから追ってこにかかっていきます。スピード感良さげ、3番の林は主導権、離されての2番手が5番の清水、あとは単独3番手は7番の辰巳、8番西原は辰巳との3番手争いを展開中。あとは6番の竹本が4番手から5番手争いとなっています。今3番手争いは攻防戦、辰巳と西原のマッチアップ。辰巳さん入ってったよ。反応よく5番清水を捉えて2番手上がるも、清水も西原を盛り返し、2番手は3者横並び。終盤残り2周抜け出しています3番の林、今の勝ち星が199勝からプラスワン200勝が見えてきています。2番手は7番の辰巳が上がって、7の3着目だね。辰巳と西原差はわずか。この 3,4 コーナーを内からさばいた8番西原、後半車速乗った西原が2番手浮上、辰巳は3番手、あと5番清水が4番手で続いて最終周回です。ブルーフラッグ前先頭3番の林、最後8番西原が若干差は詰めていますけれども、体勢緩に林セーフティーリード。2番手は8番西原、単独3番手が7番の辰巳、外枠勢を振り切りながら林の試合が通算200勝のゴールイン。中半40メートル三浦航平1番人気、7車抜きなるか。現時点ではさあ8レースですね。完璧な出走路に変わりました。1つずつ、ね、だいぶ光ってまいりました。ていきまして、さあ果たしてそれでどんなレースになるか。5秒切って今3秒前、第8レース、さあ予選競争いけスタートしました。10メートル枠なり、そして20メートル枠なり、あとは30メートルから7番の新井が好スタートで、4番木村のインコースを覗く状況ですが、ちょっと滑った新井潤、内々から5番の谷川盛り返しとなりまして、
あとは中段の攻防の後ろちょっと開いて三浦が中野をさばいて、さあ滑ってんな。三浦今7番手からここ追っていく状況です。先頭2番の戸塚渡辺をかわしてきました。戸塚と石川は 10m 勢2人で1、2番手、4番木村が続く3番手、その3人枠なり状況に、あとは5番谷川が戸塚さん粘ってそこ中段ちょっと後ろ混戦気味ですが、新井と三浦それぞれここは攻略開始とばかりに追い込みを狙っていきます。前は広がって谷川さん来い、2番谷川さん来い、の逃げを3番の石川がまくって捉える形となって、うわパパが4番木村も続きます。やられた、この辺りはいい展開は3番の石川パパに、先頭へ今日も来んの、2番手戸塚と木村のマッチアップ、あと5番谷川4番手からここも上位争いに割って入ろうとしています。8番三浦は越境さんかよ、追う状況となりました。中間点残り3周、前は3番の石川に人気薄め4番木村が2番手続く、木村の動きもなかなか上々、あとは2番戸塚も粘り込みですが5番谷川戸塚を捉えて5番谷川3番手浮上、1番人気の8番三浦、ここからの追い出しはどうだろうか、木村さん行く、三浦も微妙な感じで中段止まりとなっています。終盤残り2周、3番の石川が前にいる状況、内内のとく5番谷川、いや後ろ来れんわ、後編も外から大きく回っている。それでも木村と谷川の2番手争いに、あとは谷川が構成仕掛けてちょっと滑る谷川、持ちこたえる石川、木村も人気ですが粘りを見せる走り、残り周ブルーフラッグ、今2番戸塚は4番手交代、三浦はなかなか届かない、先頭3番石川が出る、いやこれ谷川さん入るか、谷川が内内、4番木村もここは3番手踏ん張る状況だ。石川谷川のトップ争いで三者また直線で広がってきた大混戦の状況から並んでゴール。人気は思想2番時計帯の吉原京介、そして伊勢崎連戦中口武史、さあ9レースですね、ここは雨校舎京介で頼むぜ、頭でスタート5秒を切ります。さああとはスタートでね、しっかり前まで叩いていけるかどうか、京介頑張って頭じゃん、スタートしました。20メートル枠なり3番の北爪が行って田崎が後ろ、30メートルも産方中口に枠なり体勢です。最初の動き8番吉原が中田のところを迫ってくる動きで後方ですが、前は3人並んでくる、滝沢と鈴木と北爪、北爪が先攻め狙ってまくりが決まって、1周目4コーナーで北爪先頭に躍り出ました。今2周目入ります、長内さん来い、長内さん、鈴木と滝沢に5番の産方も外から息稼いに仕掛けようとしている。さらに中段は田崎と中口です。中口のスピード感はどうか、8番吉原は7番手で追う状況です。今は主導権は3番の北爪、北爪が逃走劇見せる状況で3周目入ります。単独2番手は2番の鈴木、追って5番の産方が3番手、中口が4番手、浜松勢今2番手と4番手の状況、その後に5番手8番吉原、差を詰めてくる真っ最中です。鈴木を捉えて産方と中口で2番手争いを展開しながら、この2人2番手争いになって滑ってんな、中間点残り3周、先頭3番の北爪リードは4写真ほどあります。北爪のペース、2番手5番の産方、あとは6番の中口、8番の吉原が内々から、中口さんそこダメだ、内見ちゃ仕掛けの形に入った、8番の吉原がさばいていって今2番手浮上、さらに2番手争いは三つどもえ、終盤残り2周、3番の北爪スピード緩めずに、いやタイヤがない、中口さん逃走劇続いています。2番手上がったのは8番の吉原、5番の産方と6番の中口、 30m 勢2人は3番手争いの展開ですが、産方が中口に、いや京介も頭までいけんかこれ、残り周ブルーフラッグ、3番の北爪、前節は前半2日間連勝でした、その北爪が勝利なるか、追い込んでくる8番吉原逆転狙う、産方中口は以前3番手争いの展開、最終3コーナー勝負に出る吉原が北爪を捉えていきました。6周回使っての全力の追い上げ、京介おめでとう、吉原最後捉えて、
総は6、3、1番時計、6号車中野光弘上位の人気です。相手候補は8番松本、3番の栗原、さあ10連戦ですね。ここはもう中野会長一択で勝負でございます。ランプが消えていきまして、ね、スタートまず翔太のスタートをまず残して枠なりで第10レース、もともと乗れる予選競争会長いけ、スタートしました。10メートルは外3番の栗原が行っている。20メートルも5番の相馬が先行、30メートル前後枠なり、中よしまくってた、いけ松本ですが、外からまくり観光でもう2車を捉えた8番の松本が6番で上がっています。さらにはその前6番の中野も構成仕掛ける。前は1番の伊藤逃げ展開ですが、ここはたやすく捉えそうな3番の栗原が2周目で先行、いけ中野会長いけ、あと1番の伊藤の粘りもありますが、大きいコースを通って3番の栗原が先頭、続くのは5番の相馬、6番中野、8番松本といったあたり。松本の攻めも速い、かなり鮮やか。さら2番手は混戦状況でそのまま前に近づいてきます。3周目に入るところ、松本が2番手上がって3番の栗原を捉えたとするところ、うわ、ヤシに行かれたよ。8番の松本が3番栗原を捉えて出ました。ねじ伏せる走りで8番松本が先頭に出る走り、弾丸の勢い。2番手ですが3番の栗原と6番中野、今度は6番の中野が3番の栗原をパスしていくのか。後ろ4番手は5番の相馬、空いたところ1番の伊藤、2番の深澤、中段後ろから行っています。中野と栗原ですが、6番中野は栗原をさばいて2番手、前は8番松本がはるか前を行きます。会長頑張れ、会長頑張れ。2番の中野、あと3番手3番の栗原で残り2周、5番相馬が後ろの4番手状態となっています。インが伸びないか、インが伸びねえか。先頭は2番人気の8番松本となっています。あとのポイントは3番手争い、栗原が粘るのか、5番の相馬の逆襲があるか。上位の争いですが、3番手が膠着状況です。残り周ブルーフラッグ、鮮やかに先頭8番と松本、足締めてきたよ。速い攻めから中盤先頭に出て、その後の6番中野を振り切る形になりそうだ。6番中野2番手のところ、なんだ返さなくちゃダメか。5番相馬が単独3番手上がっています。雨粒蹴散らすように松本が力強い走りでゴール。よしおめでとう。3番高橋、コンディションからしますと上位争いチャンスという見立て。相手候補は6番、さあ11レース聖太郎登場でございますね。今日初日から雨ということでね、走路どういうふうに克服していくか、聖太郎の走りにも注目。第11レース予選競争スタートしました。0メートルは、いや、一草がいいスタート切ってんな。芝生の外で枠なり、10メートルも同様に枠なり、20メートルは6番の鈴木が先行、岩佐はちょっと遅れを取っていきます。前は2番の角貝が千葉をかわしていきまして先頭へ。あと後方スタートは7番の高木、7番外目が効いてる、8番手の状況となっています。さあ早々に先頭に出た2番の角貝、ペースを掴んで一旦引き離しの形。あとは3番高橋も先頭伸びてこい、6番の鈴木も匹敵する速い、先頭伸びてこい。高橋鈴木が追いかけて2番手争いで角貝に迫ろうとしています。開いた4番手は7番の高木、あとは5番の岩佐、8番の早川となっています。2番の角貝に対して今度は6番の鈴木が、カズマ早い、明けっぷりよく6番の鈴木首位浮上で1、2コーナーからバックストレッチ。角貝2番手、門松勢1、2番手、そこに牙城を崩したい地元の高橋が3番手から追っていく。開いた4番手は7番の高木、これじゃ健太郎ダメだ。2番手争いですが、もう10メートル以上差ついてる。角貝持ち応える、しかし3番高橋が外から行っている。外のコースが伸びるのか、先頭鈴木、2番手高橋、上位人気の2人が1、2番手の形となっています。残り2周半、その後の3番手角貝に対して今度は7番高木が攻略仕掛けます。角貝を抜いていく3人は外から仕掛ける感じになりました。残り2周、いや角貝張るなや。先頭6番の鈴木、なんで張るんよそこで。独走状況、あとは3番高橋が単独2番手、1、2番手は4写真開いています。その後の3番手ですが、8番早川も上位争いに顔を覗かせる。角貝我慢の展開、7番の高木外から行って3人広がっての3番手争い、先頭模様、残り周ブルーフラッグ。先頭6番の鈴木、若干差を詰める3番高橋ですが、首位浮上までは及ばず、高橋2番手の状況だ。あとの3番手早川と角貝と高木の3番手争いは地元の意地で、8番早川3番手持ってくる。いや、カズマの頭はない。先頭でゴールイン。
戦歴はここまでちょうど100走して72勝2着12回3着8回としています。さあ最終レースですね。スーパーハンデ青山周平選手登場でございます。スーパーハンデをものともせず11連勝に向かって周平5スタートしました。0メートルほぼ同体兵道と打ち越しの争い。10メートル3番笠原が先行、20メートル6番矢野が外から行っています。5番新井、7番田中が6、7番で並んで、いや、つとぶさん遅れちゃダメだよ。序盤の周回でどれだけ差を詰めてかわしていけるかどうかがポイント。スーパーハンデ50メートルの青山、8番手で4コーナーです。3番笠原が早い攻め、打ち越しを捉えてきました。10メートル打ち下がってこい。3番笠原0メートル前2人飲み込んで2周1、2コーナーは先頭。2番手2番の打ち越し、3番手4番の斉藤、この形。7番の田中も早めの攻めの4番手、8番の青山が今この 3,4 コーナー2車まくって5番手浮上しています。3周目に入りました。先頭3番の笠原、4番の斉藤が続いて乗ってくる。後の3番手は打ち越しと田中ですが、田中がいい動きで斉藤を捉えた。7番の田中が2番手浮上、その間に8番の青山危機迫る追い上げで上位争いに近づいてきました。中間点残り30、8番青山、斉藤をパスして3番手浮上、田中と青山が2番手争いを展開です。先頭3番の笠原、序盤は引っ張ってきましたが差を詰めてくる田中に青山、青山が勢いよく外からまくって2車捉えるかどうかで勢いよく残り2周です。3車並びの状況から外に行った8番の青山、開けっぷりよく捉えました。段違いのスピードで 50m スーパーハンデから7車先の青山先頭、2番手争い、7番の田中か3番の笠原か。田中と笠原は2番手争い、ここは好勝負、離れた4番手が4番斉藤の形で残り周ブルーフラッグです。今年73勝目に向けて、11連勝に向けて8番の青山スーパーハンデ跳ねのける。いやー周平お見事、動きで最後突き放します。先頭青山、2番手は決着、7番の田中が2番手、3番手全敗だ、最悪。一気に応えて回収、お疲れ様でした。最後にお願いです。チャンネル登録、高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロトの新規入会をよろしくお願いいたします。